皆さん、こんにちは。気づかれた方も多いと思うけど、言語を英語に変えたよ。それでね、Twitter の方で親切な方から、日本語パッチの情報を教えてもらった。発売間もないので完成ってわけじゃないみたいだけど、有志の方々、本当に助かります。ありがとうございます。まず、問題だった人名と地名は、完全にわかるようになってる。ちなみに言語が変わっただけで、セーブデータは変わっていない。ほんと、意味がわかることで、いろいろと快適になってる。戦闘時のスキルの意味がようやくはっきりわかった。これはすごく嬉しい。戦闘スキル、かなり重要なんだなってわかったよ。ということで、感動を覚えながら、進めていくことにしたよ。牢屋北の資源地、こっちがうだうだしてる間に。どうやら、ついに交流に取られてしまったようだ。それよりも、まあ、問題はここだな。とにかくね、追っかけっこだけはしたくない。ターンロスがひどいことになるので。ここはもう、自分の領地は取られてもいいから、先に進もうと思う。川中島の戦いで、上杉謙信が、武田領の奥深くに陣取った時、上杉家臣が、もし、武田が本拠である春日山を攻めたらどうしますか、と聞いたことに対して、上杉謙信は、それならば、武田の本拠であるツツジが先館を攻めるまで、そんな感じのやり取りをしたという逸話がある。それは信玄のセリフだったという逆バージョンもある創作話。まあ、それと同じ感じでやっていこうかな。このまま、秦軍を攻めるよ。よしよし、敵勢はいないな。これは、大丈夫そうだけど、この資源地はどうやら中流軍が強めっぽい。少し迷ったけど、時短した。損害は400ほど。ターン前に回復するからこれくらいなら大丈夫かも。占領。これは、勢力概要の画面、団結力って言ってたのが、ここでは結束ってなってる。あと31増えないと、軍勢数を増やせない。消費のランクが上がってる。軍事方面で伸ばしてスキルを取りに行こう。あとは今取った牧場のレベルを上げておこう。よし、命令終わり、さてどうなるか。きっちり、曹操が寺院を取りに来たな。取られた。次のターンは農地に来そうだな。ああ、いや、交渉の軍勢が来てるな。おお、ところどころわかりやすくなってる。曹操が黄巾の鍵と演術から宣戦布告を受けたようだ。こっちも戦線を広げることの内容、周りをよく見ておかねば。秦軍の都市はレベル2なんだな、全然育てていないようだ。交渉の軍勢が農地に届くかどうか、曹操は多分届かない。交渉と講和したい、頼む。くう、ダメか。これは、参っちゃったぜ。まあ、ここはツリーでも見て落ち着こう。この建築時間マイナス1ってのを特に取りたかったんだよね。建築が1ターン早くなるってやつ。よし、それじゃ行くか。のとなれ山となれ作戦。よし、ここも敵勢はいない。どうやら曹操は一軍勢だったか。これは余裕っぽい。占領した。南にまだ秦軍の農地、曹操領があるけど、2ターンかかりそうだし、とっても守れそうにないな。洛陽の演術量が見えるけど、どうやらまだ外交はできない。河内の炎症も見えてるけど、ここもまだ外交ができない模様。秦軍は牧場のレベル上げをやめて、都市のレベルを上げよう。軍で一つしか建築はできない。キャンセルしたらお金が返ってくるので気軽に建築できる。よし、これで命令終わり。さて、敵はどう来るか。
おっと、曹操は戻ってきたな。これは当便、講和する代わりにいろいろな要求をしてきた。漢の領土は攻める可能性が高いので、もし、いい条件であっても講和はしないぞ。We will remember this. 交渉は次のターンで納期に届く感じか。こっちとも講和してくれよ。曹操の動きも参ったな、これ。次、牧場を狙ってるな。とりあえず、秦軍の牧場を守ろう。これ、工場の納期を取られたら、兵糧がマイナスになるな。義勇のランクが上がった、内政方面を取っていこう。だんだんと忠誠が危なくなってきたな。寺院は忠誠が上がるので、取り返さないといけない。交渉頼む、講和してお願い。ああ、あとたった 0.9 か。もう1ターン後なら多分いけたのに。これは、北条の農地が守れないな。よし、命令終わり。どう来る？曹操はそっちか。交流が軍団の通行許可を求めてきた。締結すれば不可侵条約よりもさらに友好を深められる。しかし、これは、要求が多すぎる。結局、交渉変更で締結をせず、装備1個とお金の交換でお茶を濁した。関係は壊したくない。Wisdom met by wisdom. ああ、交渉、許してくれなかったか。農地を取られた。Our mercy has its limits. おーっと、東欧が宣戦布告をしてきた。やはり、恨みは大きいか。兵糧はマイナスになってしまったな。さて、あーっと、これは、もしかして、曹操、その1、甘いんじゃないか。一回当たってから、曹操の逃げ方次第だけど、届く可能性があるかも。建築を終えて、よし、行くぞ。このままだと、秦軍の都市を狙われる。頼む。どうだ？おーっと、これは、やった、やったぞ。ほんとギリギリだ、嬉しすぎる。よっしゃー、戦いに持ち込んだぞー。多分、自動でもいけるとは思うんだけど、わからないんだよね。ここは、采配をしよう。Let's us combine us. この腕だと、采配した方が被害出ちゃったりするんだけども。マップ綺麗だな、その上、いろんな種類があるのがすごい。信長の野望大使の決戦では森林マップが好きなんだけど、このゲームの森林での戦い方が分かっていない、見やすい平地で極力戦いたいところだ。今回はこっちが仕掛けた戦闘なので、こういう場合、AI は町戦術を使ってくることがほとんどなんだよね、多分。今回どうやって戦おうかなって考えたんだけど、挟み撃ちをする感じでやっていこうかな。今回の成長としては、柴木さんの教えによって、ここのモードの意味をすべて理解した。使いこなせるかどうかは、また別の話だ。あと、スキルの打ち方が分かった。それと、兵たちの向きも重要で、横と後ろから当たれば、正面からよりも被害が出るらしい。さて、部隊を率いるはずの三兄弟がなぜか別動隊になってる。敵は、案の定、迎え撃つ形を保ってる。巧みに兵たちを移動させてるな。こっちは、ちょっと、本体を近づけておこう。狙い的には、三兄弟が先に突っ込んで、後ろから本体の兵を当てる感じにするかな。あまり早く武将が突っ込んじゃうと、やられる恐れがありそうなので。微妙な時間差で当てたいところだ。戦闘、まだよくわかっていないんだけど、ほんと楽しい。よし、行くか、行け行け行け。劉備のスキル、敵の遠隔攻撃を軽減するやつ使った。あわわ、敵弓は本体の方攻撃してるじゃん。こうなると、劉備は兵たちと一緒にさせるべきだったな。ただ、敵武将はこっちに来てくれたな。まずは加工トンを倒そう。主が操作すると、すぐ死んじゃう騎兵を敵弓に向かわせた。カンヌのスキル、周囲の敵にダメージを使った。
兵は突撃時にダメージが大きいみたい。三国志大戦みたいに、ビューッと速いスピードでぶつかるやつ。よっしゃ、下降トンを倒した。士気が下がったみたいで、結構な敵兵が回想してるっぽい。次は曹操だ、もう一人の武将はモブ顔なので後回し。おっと、敵武将二人も回想状態になったぞ。よっしゃー。この後、追撃戦に移った、トータル王名物らしい。戦闘での兵数や士気の減少、武将のスキル発動時、もう少し視覚的にわかりやすかったらいいのにな。結構な数に逃げられてしまった、ここで戦闘終了。曹操勢が兵満タンだったら、絶対勝てていなかったな。損失は336。下降トン来い。おお、心配じゃん。木の属性武将は内政でも使えるからいい。でも、今はいいや。解放して少しお金をもらっておこう。連続捕虜で下降トン来るの期待したけどダメだったな。さて、あとお金の余裕的に、牢屋の年をレベル5に上げられるんだけど、上げると必要な兵糧が増える。情勢がどうなるかわからないし、建築開始だけしておこう。5ターンかかる。おのれ、交渉目。おかげでこっちの兵糧がマイナスじゃないか。次は、農地を取り返しに行くしかないな。ターン終了。We would be no threat to you. お、見えていなかった有料からの外交交渉か。有料って、甲虫がいて強いんだよね。不可侵条約を申し込んできたようだ。それでお金を毎ターン、420ほど支払えって言ってきた。それは結構ひどい、飲めたものじゃないので。それ相応の装備を渡すことにした。八方美人外交で行く予定なんだよね。敵を極力作らないで行く。兵糧不足の案内だな。ハングリーって出てる。よし、北条の年に駐屯して回復。次に農地を狙おう。これは北条の都市開発、兵糧と農民収入アップを中心にやってる。うむ、今回は、結束の数値がなかなかたまらないな。まあいいや、命令終わり、敵のターン。うはぁ、東欧の軍勢が、今度は牢屋を包囲したようだ。ただ、おそらくだけど、次すぐに落とさずに数ターン包囲すると思う。農地を取ったら、次にこちらに攻撃されることになるので、その時に包囲を解いて逃げるだろう。結局、交渉の軍勢とは戦わねばならんってことか。逃げてくれるイメージだったんだけど、結局逃げてくれなかったな。これは、間違って委任すると、おそらく負ける可能性が高い。当然、采配するぞ。雪原か。この丘は敵が使うのかな。高低差で移動速度や、弓の射程距離が変わるみたい。高いところに陣取った方が有利。馬謖が陣営にいれば、そう教えてくれていただろう。敵が待機戦術なら、さっきと同じようにやってみようかな。三兄弟に敵旧兵が向いた状態を作ってみたいんだよね。回戦じゃあ。敵はきっちり丘を占拠しての待機戦術のようだ。カメラの動かし方が慣れていないというか、難しい。こっちに展開しようかな。丘から降ろさせられないかなって思ったけど、無理っぽい。雪はどうやら移動が遅くなって櫓や弓などの遠隔にやられやすいらしい。よし、そろそろ突っ込ませていくぞ。
弓をなんかうまく守ってくるな。このメンツなら一騎打ちを狙おう。お、すんなり受けてくれたか。よしよし、消費があっさり勝ったな。敵の後ろから本体は当たれているのだろうか。ここで交渉が回想したな。いくつかの敵兵が逃げてる。交渉が回想から復帰。弓輪矢の所持数が陛下によって決まってて、今、味方の弓輪矢を打ち尽くした状態みたい。教えてもらった弓の白兵戦モードがあるんだけど、なぜか押せない状態だ。敵将はこれで全て回想してる。あとは残党を蹴散らして終わった。結局、犠牲の大きい勝利になってしまった。基本、録画の取り忘れとか以外はやり直さないぞ。敵兵は全滅させたけど、1200近い被害が出てる。武将を倒すと、もらえるお金が大きいな。あとはこの東欧の軍勢だな。よし、ターン終了。あ、炎症が来たな。交渉の鉱山が取られてるじゃん。そうだよな、東欧軍は包囲を解いて逃げたようだ。あ、炎症が交流と戦うのか。いやー、これは、一目、嫌な感じ。あ、これ、やばい。酵素が宗主国である有料に頼み込んで、一緒に劉備を攻めましょうって話になったみたい。画面上見えていないところから攻めてくるのか。ほんと、まずいことになったな。これは、ツリータイムが来たから、これで少し落ち着こう。今回は、農民収入の方を伸ばそうかな。とりあえず、東欧がうるさいので、滅亡させるしかないな。いや、慌てず騒がず、1ターンは兵を回復させよう。それと、炎症だな。当分、鉱山を取り返すのが叶わなくなった。不可侵を結んでおこう。マイナス 6.9 だな。だがしかし、仕方がない。ただ、交流と炎症が戦ってるんだよな。勢力に敵対しているところと不可侵を結んでいると、有効が下がる要因になるんだよね。だから、交流と炎症、両方とも下がる要因になってしまう。できれば、交流と炎症は仲良くしていて欲しかったな。炎症には、装備やらお金やら渡して、不可侵条約を結んだ。酵素や有料の領土はまだマップでは見えていない。あ、牢屋の城は燃えているんだった。施設は直しておかないと。よし、これで命令終わり、敵のターン。おっと、これは炎症から連合の結成をしないかというお誘い。これで炎症に攻められる心配はしばらくなくなるか。だが、断る。仲良しごっこがしたいなら他を当たってくれ。その他は動きなし。いや、あった。有料は細胞も侵入させてるんだな。で、有料が細胞に劉備を一緒に攻めようってなったみたい。さっきあげた装備返せよ、この野郎。未だ、それら敵対勢力の域は見えていない。あいつら、慶州だろうから、南から来るんだろうな。同族なのに攻めてくるなんて、なんともひどい話だ。今回はここまでプレイをした。右側に出てるのが外交画面で。今発見してるほとんどの勢力が顔真っ赤にして怒ってる。漢帝国や交渉を含めると、8つの勢力と戦争中だ。コウモリ外交で皆と仲良くなるつもりだったけど、どうやら色々とやらかしてしまったようだ。だが、こういうすんなりいかない状況の方が、なんかこう、私腹を感じてしまう。ということで、続きは次回。では、またねー。